はい、どうも監督です。はい、ということでね、今日ゴールデンウィーク最終日なんですけれども、本日は、IPU の体育館で株式会社トンボさんのマーチングウェアのカタログの、撮影を、IPU が協力してやるということで、このような感じで、今どんどん撮影をしていってるわけなんですけれども、まあ、せっかくなんでね、どんな感じで撮影してるのかちょっと覗いてみたいと思います。まあ、あの撮影現場なんですけれども、なんかやってますね。あの基本的にモデルはあの背の高いやつが選ばれてるような気がします。この他もですね、まあ、ここでメイクなんかしてもらいながらね、ちょっと後でメイクしてる様子なんかも映してもらって、で衣装がこんなにずらっとこう並んでるわけですね。じゃーんみたいなね。 あそこにいますね。普段着てるやつとどう？通気性も良くてとても涼しいです。この裏もね、リバーシブルで。これ中は？中は違うんですね。でここはちゃんと裏地もデザインされてるんですね。かっこいい感じで、ちょっとこれ短いなと思うんですけどね。あなたチューバですよね。はい。撮影はね、実はガードがブラス持ったりね、太鼓の子がブラス持ったりとか、な感じでやってるんですけども、メイクもバッチリで。じゃあせっかくやからちょっと顔見ていただきましょうね。はい、カレンです。はい。サブメジャーね、今年担当新たに加わりました。自己紹介しよう。サブドラムメジャーのカレンです。よろしくお願いします。はい、ということでね、じゃあこのちょっと衣装なんかもね、見ていきましょうか。お、これね、ちょっとおすすめ。あ、これスカートないんですけどね、これスカートがある分が、あ、太一、この分がちょっとおすすめで、これ同じパターンのやつかな。で、かっこいいですよね、これね。はい、自己紹介。ベースパートの太一です。はい、じゃあこれね、今着てるやつ同じやつなんですけど、これはスカートがね、中にインナーで着てるタイプなんですけど、まあ、上だけ着たらこんな感じで、これスカートつけたらね、こうなるみたいな。どうですか、着てみて。すごいかっこいい。で、かっこいいね、これね。はい。これもトンボさんの商品なのかな。ね、こんな感じでね、いろんなタイプの衣装があるわけなんですけれども、なんかちょっと紫系のやったりとか、ね、いろいろありますね。これちょっと斜めにカットされてるハーフスカートで、こっちは両方スカートがあるようなタイプもありまして、新商品楽しみですね。これスカートね、こんな感じになってて、これを、まあ、こういう風な感じですかね、で着てもらうような感じになってます。IPU の、イベント用の衣装を実はトンボさんで作ってたり、ロッキーの赤と青の衣装もトンボさんで作ってもらった衣装なんですけれども、こんな感じで、あそこでみんな着替えながら、並びなんかもね、綺麗に見えるようにとか、こう腕の角度とかも見ながら、じゃあちょっと撮影してる真横に行ってみますんで。見てください、大人がこんだけ関わってるんですね、撮影ってね。こんだけの大人でこうあのパンフレットができているっていうのは、もうあの撮影されるモデルはもうロボット状態でね、ほとんど動かずにこんな感じで撮影してて、あのパソコンにね映ったやつがちょっと見えるかな。寄っていきましょう。寄っていってみましょう。こんな感じで映ったのが、見えるわけなんですよね。ここにこうね、はい、で服をちょっと前に、商品がありながら、じゃあちょっとデザインした柿谷さん、はい、ちょっと マスク取ってきてもらって今年のコンセプト、はい、ズバリ、今年のコンセプトは、リバーシブルです。お、はい、それでこう内側やったりこう、はい、一粒で二度おいしい的な衣装になってね、はい、あれですよね、マーチング界も、もう決まった衣装をずっと着続けるっていうのが最近ね、もう毎年ショーによって IPU なんかもなんか2年連続で衣装を変えて、まあ、今年も どうなるか今年のショーどうなるかというところなんですけど、まあ、衣装を変える方向で動くんから、もう実は相談してるんですよ今年の衣装もね、相談しながらやってるんですけれども、
まあ、いろんなものに対応できるっていうのがやっぱトンボさんの一番の魅力かなと思うんですけど、トンボさんのマーチングウェアの衣装の特徴をお願いします。お家で洗います。それがすごい、クリーニングが、ね、出さなくていい、はい、家で洗える。はい、はい、2つ目、はい、はい、ダイソン服の素材を使っているので伸び縮みして快適です。それね、動きやすいっていうのが一番大きいですよね。一番大きいですね。でこう、最初に作るときにここにポケットがあったら便利とかね、こうチューナー入れれるポケットがあるとか、はい、使う人が使いやすい衣装っていうのをコンセプトでね、はい、いろいろ衣装を作ってくださってるので、これ、ホームページリンク貼っちゃっていいのかな。あ、はい、お願いします。ホームページリンク、ここへ、ビクトリーのマーチングウェアです。マーチングウェア、はい、株式会社トンボというよりはビクトリーマーチングウェアを下に概要欄貼っておきますので、はい、興味のある方はぜひ、ご覧ください。丸一日かかりました、撮影やったんですけど、はい、やっと46カット終わって、はい、もうねフラフラっすわ、ね、ヘトヘトですね。朝8時から、はい、今何時ですか、6時ぐらい、はい、ね、やっと終わりました、はい、今年もいいパンフレットできそうですか。はい、頑張ります。あ、楽しみですね、まあ、パンフレットかの柄だけじゃなくて、はいろいろ相談もできるということなので、ぜひ、ホームページ見ていただいてね、お問い合わせしていただけたらと思います。それでは、今日はこの辺でじゃれ。